サルベマリア中石里奈です。今回は幼き聖マリア修道会のシスターにインタビューをしていきたいと思います。ではどうぞ。よろしくお願いします。シスターのお名前は、福井節子と申します。例名はマリア・イグナツィオをいただきました。シスターの修道名のお名前は、聖バルトロメア・カピタニオと聖ヴィンチェンツァ・ゼローザの愛徳修道会と申します。これは2人の聖人の名前が連ねられています。もう一つは、幼き聖マリア修道会、この名前は、日本で私たちが使っている名称ですけれども。どこの国だった？イタリアの、はい、国ですね、本部がミラノにありますけれども、だからマリア・バンビーナはイタリア語。シスターのご出身はどこですか？いつも、ね、聞かれるんですけれども、父の仕事上、いろいろとこう、大阪で生まれてすぐに東京に行って、それから4歳ぐらいに京都に行って幼稚園と小学校、それから富山に参りまして、名古屋というふうになって、もいくつか、点々と変わってましてね。そしたら幼稚園でなんですか？違うんですね。ただやっぱり母の影響が強かったと思うんですね。で、小さい頃から母は私に3つのことをいつも言い聞かせてくれたんです。で、一つ目は思いやりのある人になりなさいね、もう一つは謙遜でありなさい、もう一つは社会そして人のためになる人間になりなさいって、この3つを何かあるごとにこう聞かせてくれてて、ですから私としてはそれが識別の種っていうか、そういうものになってたように思います。だから忠実にそれに、ね、こう従ってきたのかなと思うんですけれども、母はそういう私をとても誇りに思って喜んではくれていたんですね。だから私もそういう人なのかなって中学くらいまでもずっとこうね、傲慢ですけれどもそう思いつつ過ごしてきたみたいですけど、もう一つ小学校の4年生の時に、戦争を体験してきた、これは関係ないと思いますけども、先生がいらして私たちの担任になってくださったんですね。で、その方が私たちに最初におっしゃったことがこういうことなんですね。嫌なこと、損なこと、苦しいことを一番先にできる人になりなさいね、誰が見てなくてもお天道様が見てますよ、そうおっしゃったんです。で、それをまた忠実に心に入ってた、心にスッと入っていって、いつもそれが、さっき言ったように識別とか何かあることにやっぱりそのことを思い出して動いてたっていうね、行動してたっていうことを今も思い出しますけど、でも今考えると、そのことも神様がなんかイエス様に従うために準備してくださったものなのかなって、今ね、思えるようになりましたね。父さんの家族はカトリックではなかったということ。そうですね。父は仏教徒ですけれども、寛大なので自由にっていう感じで、でただ母が大阪にいる時に郡っていうところに教会があるようなんですけども、そこにその兄を幼稚園に通わせるために電車で送り迎えていますか、それをしながら1年間過ごしたようですね。で、そこで勉強していただいて、で選定を受けるまでにね、勉強して受けてもよかったのよって私によく言ってたんですけど、でもそのチャンスを逃して、で私が修道に入ってから選定は受けましたけれども、でもその時にいろいろと本当にクリスマスが楽しかったのよとかね、私がシスターになる前に私は結婚してなかったら童貞様になりたかったって童貞様っていうのは今シスターって言いますけど、昔は童貞様って言ってらしいんですね。童貞様になりたかったって言ってね、言ってたのを思い出すんです。だからキリスト信者ではなかったけれども、
キリストの教えは、よく分かってたのかなって思います。さっき、そしたら修道院に入ってから洗礼を受けたってことで、どういう過程で洗礼を受けようと思ったんですか？そうですね。それで、そういうこの教えに従いながらっていうかね、忠実にある程度生きてきたと思うんですけども、その間ね、教会から全く関係がなかったわけじゃなくて、時々誘われたり、近くにプロテスタの教会ができたりね、と、いうことで時々こう通う、そういうチャンスはありました。で、名古屋に来ても時々ね、行きなさいって言われて兄が来るたびにねそれで行ったりしてたので全く関係ないんですけれども、ただ私が中学の時に病院だとか、それから老人ホームを訪問するようなことをしてたんですね。で、あるその老人施設に訪問した時に歌を歌って、それからゲームをしたりした後に、お菓子の袋をねちょっと準備していたので、皆さんにこうお配りしてたんです。で、私も配りました、同じようにね。でも皆さんはちゃんとこうしてね、ギャギャギャ待ってらっしゃるんですけど、一人の方がこう手を出されたんです。で、何って私は瞬間に思いましたの。その時ね、中学生だったんですけどね。だから、なんでこの人って、みんなはちゃんとしてね待ってるのにっていう心に嫌な気持ちがね入ってしまって、それでその方を後回しにしてしまったんです、お配りするのを。で、それが私の心をすごく、自分で自分を傷つけたというか、もう今もそれを思い出しますね。ですから、本当にね、教えられた通りにね、優しい人になりたい、心のきれいな人になりたいなっていう、そういう願いをその時からずっとこう持ち始めて、意識的にね。で、先ほど言ったように教会とのつながりはそんなにね親しくはないけど、切ればしてなかったんですけれども、本を読んだりね、何かしているうちに、この私をやっぱり神様の望みの人間になるように、イエス様は自ら十字架にかかってくださった、そしてご聖誕までになって、私のもとに来て、私を本当に変えよう、清めよう、神様のお望みの人に、なってもらおうというふうに望んでいらっしゃるっていうことが、私のうちで理解できたんですね。その時パッと瞬間的に洗礼受けようっていう気持ち で勉強を始めました。それはいつ頃、何歳頃は？23ぐらいでしたね。その前は教会のことはしてたけど、そこまで。そうですね、はいはい。で、私の父もこう仕事がね、うまくいかずに、で、私も大学は直接に行くことができなくなったんですね。それで資格をね、何この資格をでも取っておかないとっていうので、自分で幼稚園の、ちょっと専門学校に通って、免許をいただいて、でそれが一つの準備にもなってたのかなって思うんですが、教会の幼稚園にねお勤めさせていただくチャンスにもなりましたし、で勉強はバーロ会のシスターがちょうどそこの教会にね、いらしてたので、そこでお勉強していただきました。もう駆け足の勉強で資格も何もなく では洗礼を受けてすぐ、シスターに指導になったということで、なぜシスターになろうと思ったんですか？そうですね。で、やっぱりそのやっぱ神様のね、お望みの私でありたいということと、本当に優しくてね、清い、心の人になりたいっていう、そういう願いがあったし、その洗礼の時にもうすでに私は、じゃあ私はね、イエス様に従っていこう、神様に私を全て捧げたいという気持ちが芽生えてたんです、決心みたいな、感じでね、それで、ずっと思いつつ消えずにずっと過ごしていまして、で、あるやっぱり人生の岐路に立ってこう決めなきゃならない時がね、家庭を持つか、独身か、修道生活かっていうね、
して、まあ、私としてはもう修道生活を選んで、その時もしっかり決心してね、で神父様にお話ししましたら、ああその言葉を待ってましたよっておっしゃってくださったんですね。ですから私はそれをね、神様の言葉だってね、本当に信じることができて安心して、そのまま入ったと。そうですね。そしてすぐに神父様、じゃあね、私がいいとこ連れて行ってあげるからって言って、それで車で修道院のある今、ね、所属しているこの修道館に連れてきてくださって、その時は名古屋にいたということですね。そうですね、はい、ですからね、何も分からずに、ただね、本当に身無のままにっていうか、ね、お言葉の通りにね、それを私の考えじゃなくて、本当に神様からお示ししくださった、ね、神父様を通していただいた道だなっていうことをなんか確信できたように思って、それでもここを紹介していただいて、そしてでそのまま今日までね、いますけど、本当に良かったなと思います。紹介してもらった時に、なんか他の修道院にも見てみたいなとは思わなかった？それがね、お勉強していただいたのがパールカーのね、シスターでも今お亡くなりになりましたけれども、まあ、こんなことあるかな、あけぼののね、今も亡くなりましたけど、あけぼのっていう雑誌があったんだけど、それにいつも表紙の絵を描いてくださってたシスターがいらしてね、その方がやっぱり私も絵が好きだったのでね、私たちの会に向いてるっていう感じで来てほしいなっていう、そういう思いを持ってらしたと思うんです、止め、ね、めったに止まることを、ね、しないはずなのに止めていただいたり、いろいろとね、便宜図っていただいたり、ね、したことを今思い出しますけれども、ですからパール会は知っていました。でもやっぱりこっちの方がいい、やっぱり神父様のね、お言葉で神父様がね、いいところをね、紹介しましょうっていうおっしゃってくださったそのまま、ここに来て、もう他を選ぶっていうそういう意思もありませんでしたし、この修道会の霊性というか、その特徴というか魅力っていうのは何かありますか？霊性って言いますと、貧しい人、苦しんでいる人、牢屋にいる人を見舞ってあげたりっていうね、そういう本当に人間の尊厳を損なわれているような人たちに心を寄せて、でその苦しんでいる人にイエス様の顔を見ていく、イエス様の姿を見ていく、そしてそのイエス様に謙遜に愛を持って仕えていくっていう、その霊性は本当にもうこれは神様のお望みになるイエス様の私たちに示された道なんだなっていうことで、私はその霊性を確信して、誇りに思っているんですね。シスターになって特にどのようなことをしてきたんですか？まあ、シスターになってからはここの学校で、教育活動に携わらせていただいて、まあ、特に国語の、ね、あとはいろんな活動しましたけど、シスターになってなんか良かったなという思うところっていうか、なんかどういうところ？まあ、学校その教科以外ではね、生徒たちと実際に女子囚刑務所を訪問したり、その前にねいろいろこう手袋編んで準備したりね、したりとか少年院慰問したり、それから。まあ、老人施設はもちろんですけれども、障害者施設の、ね、方のところで合宿したり、あるいはホームレスの方の本当の実態を、ね、知るために合宿させていただいて、ね、研修させていただいたりっていう、そういう、 こう社会の弱い立場にある人たちのこう理解をお互いに少しは共有できたかなっていうのが、まあ、一ついいことと、それとやっぱり私自身修道者になったと、ここの会に入れていただいたことの良さっていうのは、やっぱりイタリアが本部ですので、イタリアに何度か行かせていただいたり、だからインドにもね何度か行かせていただいたりして、ヨーロッパと東洋のね文化の違いとか、そこで働くシスター方の、働き方、ね、
まあ、無償の愛で働いてるというね、その姿を見て感動したりね。で、まあ、庶民の方ともね触れ合うことがあって、で言葉はわからないんですけど、一生懸命理解しよう理解しようとゆっくり話したり、いろんな感じでね迫ってくるというね、うん、だからあの、まあ、審査課長もギャーギャー言ってね騒いで楽しむんですけど、一緒になればね、あの人間ってやっぱりお互いに理解しようというそういう気持ちがあれば平和は築き合えるんだなって、今まさにねその戦争をやってるね国がありますけれども、なかなか和平がねできませんけれども、やっぱり人っていうのはそういうことなんだなって、学生と触れ合っても一般の人と触れ合ってもなんかそういうところ、うんうん、迫ってくるので、分かろう分かろう分かってもらおう分かってもらおうっていう感じでね、だから人っていうのはやっぱり、うん、そういうね、もともと神様の恵みがあるんだなっていうことを感じましたね、うん、だからいろんな人と会えたっていうことが、うん、その恵みかなって思います、はい、うん、ではシスターになったからなんてかシスターになって、なんかどういうところでなんか神様ともっと関係が近くなったというか、なんか信仰が強くなったと感じますか？やっぱりあの毎日の生活、私が、うん、もっととしているのはやっぱりあのマリア様のように、御言葉が私のねうちに成就しますようにってね、あのそういうことなんですけれども、毎日毎日の積み重ね、うん、積み重ねによって、それもまあわがままの時もありますけど、忠実に生きていくことによって自分がやっぱりこう変えられていく、うん、っていうあのそういう、まあ、いわば修行の場ですけれども、っていうのね、たった8人ですけれどね、だいだい言いながらも、いろいろ難しいこともね、ありますし、だから、あのいつもあのお言葉通りになりますようにっていうね、ですから、まあ、身旨を私が果たせるようにっていう一つの努力も必要だと思いますけれども、からまあ、あのお祈りもあのお祈りがねアニマクリスティってね、あの、うん、イグナツィオの、ね、うん、お祈りも、まあ、好きなお祈りですけれど、うん、変えられていく楽しみもありますね、はい、でも、最後に照明に対するメッセージとアドバイスを皆さんにお願いします。そうですね、もし神様に自分をねお捧げしたいという気持ちがありましたら、ね、ぜひその気持ちを本当に心に留めて、あのいろいろと挑戦するときには難しもあるし、ね、疑いもあるし、親しい方と別れる寂しさもありますし、ある苦しみもあるかもしれませんけれども、自分を本当にあのお捧げしたときには神様が思う以上にたくさんのお恵みをくださいます。ですから安心してあのどうぞ修道生活に、ね、お入りになってみてください。詩編の中で兄弟と共に住むのはなんと美しく楽しいことでしょうっていう言葉があって、それは私が好きな言葉なんですけれども、あのその言葉を多分感じ取っていただけると思います。ぜひあのお祈りしながらその道を実現させてください。では今日お貸しありがとうございました。すみません、足らないお話で、じゃあバイバイ皆さん、私のためにお祈りください。私も皆さんのためにお祈りいたします。 Please pray for me and I'll pray for you all. バレー、バイバイ。